海軍の連中はどうしてもっと陸軍の連中と話し合わないのだろう。日本陸海軍は自分の立場に対してのプライドやセクショナリズムによってとにかく仲が悪かったと言われています。そんな中でも今度の戦争は陸海軍共同作戦の連続になるとして、両軍が互いに納得するまで意見を交わす必要があると主張した提督がいました。その人物こそ今回解説する小沢治三郎海軍中将です。陸海共同構想を持論とした彼は、合理的な判断で対米英戦争初戦の勝利に貢献しました。海軍切手の戦術家と呼ばれた治三郎は、マリアナ沖海戦やレイテ沖海戦でどのような戦闘指揮を取ったのか。戦前の提督時代にとどまらない小沢治三郎の功績と素顔を解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。小沢治三郎、帝国海軍提督までの道のり。冷静な目で海軍の現状を見つめる。小沢治三郎は1886年10月2日、宮崎県小湯郡高鍋町に生まれると、柔道が得意なわんぱく少年として育ちます。中学生時代のある時、不良少年と喧嘩になったことで治三郎は退学処分を受けてしまいました。そんな弟を心配した陸軍軍人の兄は、上官の牛島貞夫大尉に相談したところ、牛島は見ず知らずの少年のために一通の手紙をしたためます。過ちを改むるにはばかることなかれ、喧嘩で相手を倒すのは青年時代の喜びであるが、決起に流行って暴力行為をなすことは奨励すべきことではない。やましいところがなくても自分の過ちであれば、潔くこれを改むるにはばかることなかれ、これこそ真の勇気ある少年である。牛島の教えに大きな感銘を受けた治三郎は、亡くなる時まで大切に手紙を保存したと言われています。さて、宮崎中学校を退学した彼は上京して東京の成城中学校に入り直しますが、卒業後の1906年、親戚の勧めで海軍兵学校に入学します。難関の海兵合格を果たした治三郎は、口数が少なく寡黙な一方で無邪気な一面もあり、時には大口を開けて大笑いする若者でした。そして1909年、海兵37期を179人中45番と特別優秀でもない成績で卒業します。同期には以前解説した井上重義海軍大将などがいました。海軍少尉になった治三郎は海軍砲術学校に入学すると、貴様は鉄砲屋になれと教官から勧められるほどの実力を見せます。しかし続いて学んだ水雷学校において人一倍水雷に対する興味と熱意を持つようになり、それ以降の彼は水雷屋として経験を積んでいきます。1914年第一次世界大戦が勃発、中尉に進級した彼は巡洋戦艦飛影に乗り込むと、南方洋上のドイツ東洋艦隊撃滅の任務に携わりました。しかし南方において海戦は実現せず、その後イギリスを支援するため地中海に向かうも、到着した時にはすでに大戦は終結しており、実戦を経験することはありませんでした。そして海軍大学校を卒業した彼は、駆逐艦島風艦長や第二艦隊機関根坊の水雷長を務めるなど、順調に職歴を重ねていきます。1926年、中佐に進級と同時に第一水雷戦隊司籍参謀になりますが、夜間演習中に艦艇が多重衝突事故を起こす惨事となった美保関事件に遭遇します。1927年8月、島根県美保関で徹夜の夜間無灯火演習を実施した連合艦隊ですが、訓練中に巡洋艦陣痛が駆逐艦わらびに衝突してしまいます。そして陣痛を避けようとした巡洋艦中も駆逐艦足に衝突、結果としてわらびは沈没し、他3隻も大破、死者100名以上を出す大惨事になりました。事件の責任を取って陣痛艦長水木刑事大佐は自決しますが、連合艦隊司令長官加藤幹事は責任を取らずに猛訓練を続けるという後味の悪い事件でした。演習開始前、治三郎は指揮系統や連度が異なる第27駆逐隊を第二水雷戦隊に加えて、夜間魚雷発射演習を行うのは危険と連合艦隊司令部に権限しています。しかしすでに発令済みだからと意見が入れられることはなく、闇の中を全部消灯で速力を出して実施した夜間演習は大惨事をもたらしたのでした。その後、水雷学校教官や海軍大学校教官を歴任しますが、教育者としての彼が重視したのは従来の考え方に頼りすぎるなというもの。日々兵器が進歩を重ねる中で定説にとらわれていてはいけないと考えた治三郎は、最低限必要な事柄を教えた後は生徒に自学を求めました。それまで日本海軍必読の書とされていた海軍用無礼を、そんな本は一切読むなと言って生徒たちを驚かせました。日本海海戦に基づく用無礼を参考にするばかりでなく、独創的な戦術研究こそ第一、これが小沢教官の教えだったのです。
そんな治三郎は生徒から三面とあだ名されました。科目禁言の一面、強硬にして入り圧倒的論述の一面、会心の際ににっこりと笑う一面の特徴3つを合わせたあだ名だったようです。とはいえ、こわもてで六つ売り屋の彼は鬼瓦とも呼ばれていました。失礼は承知ですが、なかなか言えて妙なあだ名ですね。初戦の勝利に貢献した提督の勇断と戦果、陸海協調を主張し作戦を成功させる。1939年第一航空戦隊司令官に就任すると、初めての航空部隊勤務に就きます。そこで治三郎は以下の意見書を海軍大臣に提出しています。現在編成中の連合艦隊航空部隊を改編して一指揮官の下で活動する航空艦隊を速やかに編成すべきである。戦時において航空戦力を最大限発揮するためには、平時から指揮官の統一指揮による訓練が必要不可欠と説いたのです。以前から航空機の用法について関心を抱いていた彼の権限が採用され、第一航空艦隊が編成されたのは1941年4月、戦争が始まる8ヶ月前のことでした。そして日米戦争迫る1941年10月、海軍中将の治三郎は南京艦隊司令長官に就任すると、早速サイゴンへ向かい機関化 C に乗り込みます。対米へ海戦になった場合、軍は南方の資源地帯占領が第一と考え、その最重要地点がイギリス領マレーとシンガポールでした。このマレー作戦を担当したのが第25軍司令官山下智之陸軍中将であり、作戦の支援に当たるのが治三郎を率いる南京艦隊です。初戦が肝心としてマレー半島上陸に関して意見を交わす陸海軍ですが、半島東部のコタバル上陸について意見が分かれました。上陸目標の一つとしてコタバルを加えたい陸軍に対して、護衛の船舶や航空兵力が十分でない状況で大空軍基地がある地点への進撃を躊躇する海軍、大本営海軍部は強いてコタバル上陸作戦が実行されないように戸治三郎に念を押しますが、彼は作戦は必要として次の理由を挙げます。第25軍が西海岸の一本道だけを南下するのはあまりに無策である。一部兵力を東部に割いて東西こうして南下すべきである。輸送兵団の上空援護は陸軍機の協力を得ればよい。海上兵力の不足は北方の護衛兵力を削減してコタバル上陸作戦に回せばよい。1941年12月8日、真珠湾攻撃に先立つこと2時間、治三郎の主張が入れられてコタバル上陸作戦が実施されると、見事に成功を収めます。陸軍がおおむね順調にマレー半島を南下してシンガポールを目指す中、南京艦隊はイギリス東洋艦隊の出撃に備えてマレー東方の警戒に当たっていました。そして12月10日午前、潜水艦から敵主力発見の報を受けた治三郎は、全力を挙げて敵艦隊を捕捉攻撃せよと航空部隊に命令し、自らも進撃します。命令を受けた航空隊は戦艦プリンスオブウェールズ及び巡洋戦艦レパルスを攻撃、多数の爆弾や魚雷を浴びせかけると両艦の撃沈に成功しました。東洋艦隊司令長官トーマス・フィリップス提督は退艦を進められるも、ノーサンキューと言い残すとウェールズと共に沈んだのでした。大戦果に沸く南京艦隊司令部でしたが、部下が長官おめでとうございますと祝意を述べた際、治三郎はうなずきながら次のように漏らします。俺もいつかはフィリップス提督と同じ運命をたどるだろう。彼は戦勝を喜びつつも、戦争がそう簡単に終わることはないと考え、自分も戦いの中で散ると確信していたものと思われます。コタバル上陸作戦やマレー沖海戦を成功させた小沢艦隊は、その後も休む間もなくボルネオのシトクチンやインドネシアのパレンバン上陸作戦を実施しました。そして南方作戦最後の追い込みとしてジャワ攻略作戦が実行に移されようとしていましたが、第16軍司令官今村仁陸軍中将が治三郎の元を訪れると次のように語ります。ジャワ攻略部隊は56隻の輸送船に乗ってジャワ島に向かうつもりですが、護衛が第5水雷戦隊だけでは心もとないので増援のお願いをしに参りました。これに治三郎は、それでは当艦隊から第5水雷戦隊を上回る兵力を出して協力しましょうと今村の求めに快く応じました。約束通り護衛艦隊は増強されましたが、作戦中に敵の攻撃で100名以上の犠牲者を出し、今村は味方の発射した魚雷により海へ弾き飛ばされました。それでも小沢中将の協力がなかったら、どんなに大きな犠牲が出たか、上陸そのものが可能だったかどうかもわからないと治三郎に感謝したのでした。しかし日本有利の戦局はここまで。1942年6月に勃発したミッドウェー海戦において日本は空母4隻を失う大敗を喫します。日本海軍の暗号は漏れているのではないか
次三郎は海軍の情報管理に危機感を覚えますが、大本営の回答はそういう心配は全くありません。それでも心配を拭えない彼はその後もたびたび不安を口にしており、山本五十六連合艦隊司令長官が敵の待ち伏せで戦死したのをもって確信に変わります。アウトレンジ戦法の失敗と落胆、空母機動部隊の差配とマリアナ沖海戦の敗北、五十六の戦死以降、海軍は重要電報の発信に特別の注意を払うようになりますが、その程度の改善ではどうしようもないほど戦局は不利になっていました。1943年ガダルカナル島の疾患により、これまでの積極攻勢を改め姿勢に転換した日本は、戦争指導に最低限確保すべき範囲を定めます。それが絶対国防圏であり、北は千島列島、東はマリアナ諸島、南はニューギニア、西部にインドネシア、西はビルマまでを国防圏範囲としました。そして1944年5月、豊田添武連合艦隊司令長官は、絶対国防圏の一角であるマリアナ諸島に侵攻するアメリカを迎撃するため阿郷作戦を発令します。本作戦は決戦海域に空母機動部隊と基地航空隊を集中させて来襲する敵を撃滅する構想であり、その主力部隊を担ったのが小沢次三郎でした。第一機動艦隊司令長官に就任した次三郎は、空母9隻、艦載機400機以上を機関とする最大規模の機動部隊の指揮を取るのです。しかし搭乗員は敵の侵攻と燃料欠如で訓練不足が否めず、雷爆撃を命中させるどころか空母の発着も怪しいほどの技量しかないのが現実でした。それでも6月にサイパンテニアン両島にアメリカ上陸の砲を受けた海軍は阿郷作戦を開始、第一機動部隊はマリアナ方面へ向かいます。厳しい戦いが予想されましたが、次三郎にはアウトレンジ戦法という秘策がありました。それは味方航空機の航続距離が敵機より長い利点を生かして、アメリカ空母機の攻撃範囲外から先制攻撃を仕掛け敵を撃滅するものでした。確かに理論上は日本空母は敵航空機から攻撃されず、一方的に敵空母をタコ殴りできるのですが、それは未熟な搭乗員に長距離攻撃を強いることになりました。結果から言えば作戦は失敗、アメリカは来襲する日本機をレーダーで捕捉し準備万端の状態で迎え撃つと、バシバシ日本機を叩き落としていきます。さらに戦闘部隊を突破した日本機に対しては、目標を感知すると自動で爆発する VT 信管を装備した対空砲火で致命的なダメージを与えたのです。戦闘機の迎撃と対空砲火で次々落とされる日本機の様子は、アメリカ兵からマリアナの七面鳥打ちと呼ばれるほどのありさまでした。先制攻撃自体は成功した日本海軍ですが、当然有効な打撃を与えることはできないどころか、潜水艦の攻撃で空母大砲と昇格が沈没、機関である大砲が一発の魚雷で大爆発を起こし航行不能になると、次三郎は爆量に抱えられるように退艦し従順羽黒に乗り換えました。その後空母随格を機関としますが、攻撃範囲外承知の大胆な敵の攻撃により空母費用が撃沈、戦いはまだ終わっていないと夜襲を計画する次三郎でしたが、豊田の判断で阿郷作戦は中止され、史上最大の空母決戦マリアナ沖海戦は終結しました。理論上勝てる戦であったはずの海戦で、日本は空母3隻と艦載機の大半を失う大敗を喫する結果になり、小沢艦隊敗走によりマリアナ諸島は孤立します。それによりサイパン、テニアン、グアムは次々と陥落し、絶対国防圏は崩壊、いよいよ求心力を失った東条英機内閣の崩壊まで引き起こしたのでした。悲運の長官の戦争後期と戦後、レイテ沖海戦の敗北と落日の連合艦隊司令長官、1944年7月、マリアナを疾患した日本軍は今後米軍はフィリピン、台湾、沖縄を攻略して本土に侵攻すると判断し、小号作戦を定めます。フィリピン防衛を定めた小1号作戦は、機動部隊が敵を誘導している隙に遊撃部隊が敵の上陸部隊を撃滅するというものでした。そして10月、レイテ湾にアメリカの輸送船団出現の報告を受けた豊田長官は小1号作戦を開始、4隻の空母を機関とした機動部隊を率いる次三郎は、想定通りおとり部隊としてウィリアム・ハルゼーの機動艦隊を引きつけるのに成功します。そして稼働できる艦載機が少なく、航空能力をほとんど失っていた機動部隊は敵の攻撃にさらされた結果、歴戦の空母である機関随格を失ったのです。次三郎はマリアナ沖海戦に続いて再び機関を沈められ、幕僚の説得で軽巡洋淀に退避せざるを得ない悲哀を味わいました。かつて俺もいつかはフィリップス提督と同じ運命をたどるだろうと語った彼ですが、艦と運命を共にすることは許されなかったのでした。
小沢艦隊は空母4隻をすべて沈められる壊滅的打撃を受けながらも、敵機動部隊を引きつけるという目的は達成しました。しかし、栗田武雄中将率いる第一遊撃部隊はレイテ湾突入に向かいますが、北方の敵を撃つとして反転すると北進してしまいます。これは現在でも栗田艦隊謎の反転と呼ばれ、栗田の真意がどこにあったのか議論されますが、何にせよ当初の目的は果たされなかったのです。このレイテ沖海戦により、日本軍はアメリカ艦船に一定の打撃を与えたものの、それを上回る被害を被り、連合艦隊は壊滅したのでした。そして1944年11月、次三郎は長期間にわたる現場勤務を離れると、軍令部次長に就任します。海軍作戦統帥のトップである及川小四郎軍令部総長を補佐しますが、連合艦隊が壊滅状態であるこの時期には作戦も何もありません。1945年4月、戦艦大和が無謀な海上特攻を敢行して、戦死者を4000名以上出したのは有名ですが、彼はその決定に大きく関与していました。連合艦隊参謀、上重則が特攻の許可を取りに来た際、及川は黙って聞いていましたが、次三郎は、連合艦隊長官がそうしたいという決意ならよかろう、と直接許可を与えたのです。彼は戦後次のように回想します。次長たりし僕に一番の責任あり、しかし全般の空気よりして、その当時も今日も当然と思う、多少の生産はあった。責任は自分にあると述べる一方で、なんだかんだで空気のせいにするところ、現在も組織の体質は変わっていないように思われます。1945年5月末、次三郎はついに連合艦隊司令長官に就任すると、海軍総司令長官と海上護衛司令長官を兼任しました。しかし作戦可能な船は43隻に過ぎない連合艦隊に、かつての栄光はなく、海軍軍人最高の栄誉と呼ばれた職も今や形だけになっていました。本格的な戦闘指導はかなわず、日本は敗戦により8月15日に終戦。前日には終戦を認めない陸軍将校たちが近衛兵を動かし反乱を起こしています。そして神奈川県厚木においても、航空隊司令の小園康那大佐が、日本に降伏はないと部下に訓示して徹底抗戦を叫びました。そこで神奈川県日吉の司令部にいた次三郎は、小園部隊に対して断固たる姿勢で臨みます。東京からの指示はないが、自分の権限と責任において小園部隊を反乱軍として討伐することを命じる。幸いにも小園はマラリアを悪化させると海軍病院に押し込められ、事態は鎮静化したため流血沙汰には至りませんでした。また多くの軍人が自決を図る中、次三郎は戦争は不幸にして負けた、俺にはその責任はあるが戦争を始めた責任はないとして、君たちは腹を切ってはいけない、俺も自決はしないとはっきりと言い切り、責任を生涯負い続ける覚悟を決めました。戦後の次三郎は極力外出を控えて、世田谷の自宅でひっそりと暮らす生活を送ります。知人が外出を勧めたり、部下が鎌倉の住居を無償で貸すと提案するも、迷惑をかけることになるからと言って断りました。戦争を部外の人には語らないことを決めた彼は、豊田が連合艦隊の作戦を出版した時、そういうことはすべきでないと苦言を呈しています。その一方で、70年に及ぶ歴史と伝統を持つ日本海軍の正しい記録だけは後世に残さねばと、防衛庁の戦死調査事業への協力は惜しみませんでした。また世田谷を散歩中、思いがけない人物に出会います。それはジャワ上陸作戦で協力した今村仁志陸軍大将でした。今村は戦後に戦犯裁判で禁錮10年の判決を受けていましたが、1954年に刑期を終えて世田谷の自宅に戻っていたのです。奇遇というより祝宴というべきですな、と再会を喜ぶ今村に、次三郎も答えます。今村さん、よかったら自宅においでになりませんか。ではお言葉に甘えますかな。前線で戦った指揮官として波長があったようで、二人の関係はその後も続いたそうです。しかし1966年8月、高齢の次三郎は足が不自由になり、9月には職が細くなり、起き上がることも不可能になってしまいます。彼の病状悪化を聞きつけた元部下たちがお見舞いにやってきますが、弱々しく左手を上げることしかできませんでした。そして11月9日、次三郎は家族が見守る中、多発性脳脊髄硬化により生涯を終えました。享年81歳。昭和20年代には陸上、海上、航空自衛隊がそれぞれ誕生したことで3自衛隊が揃いますが、同時に3軍統一の議論が盛んに交わされました。敗戦の主原因は必ずしも陸海軍の対立ではない、科学力の遅れや物量の不足が主因である。3軍がそれぞれ強調するなら従来の体制でもよい。
旧海軍軍人の大勢が現状維持を主張する中、次三郎は以前から持っていた陸海協調の立場を貫き通しました。私の体験から言えば、三軍は一元的に統一されなければ総力を発揮できない、諸外国の制度を参考にしながら検討すべきである。数多くの犠牲者を出して戦争に負けた責任を痛感していた彼は、保守層から異端者扱いされても敗戦から何を学ぶか真剣に考えたのでした。今回は海軍切手の戦術家と評価され、翌日の連合艦隊を指揮する役目を担わされた悲劇の軍人小沢次三郎について解説しました。この動画をご覧になったあなたは小沢次三郎をどのように評価しますか？ぜひコメント欄で教えてください。また少しでも動画に良いところがあればチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。